今回は、つてやの前にある、前っていうか、つてやの入り口の前にある、ガチャガチャをやってきました。何が出るかお楽しみガチャみたいな。うつガチャって書いてるやつってなんかね、あんまり、本当にうつなんですよ。値段も高かったりするんだけど、ワングにあるうつガチャは200円とか300円するんだけど、その何が出るかお楽しみガチャみたいなやつは、 100円でした。まあ、前からしてて何回か昔も回したんだけど、久しぶりにね、回してきました。で、今回はまあ、なんか、外から中見える市場になってたから、こう見てたら、まあまあ良さそうだったんですよ。300円のガチャとか結構入ってたから、動物系とかの。なんで10回ぐらい回そうかなと思ったんだけど、やってきたのは1回です。はい、これが当たりました。ちょっとカプセルがちっちゃいのはね、 もう完全にちょっと200円ガチャ感が出ちゃって、100円ではないガチャだったから良かったんだけど。で、もう一回回そうかなと思ったら、なんか機械のバグで、バグっていうかエラーで、あの、売り切れのあれが降りてきちゃったんだよね。ガチャで。ガ,ガチャやってる人はわかると思うけど、売り切れるとなんかね、札が降りてくるのよ。で、札どかしてもう一回回そうとしても、もう、あの、受付でくんなくて、お金を。もうこれ以上回せなくて、まあ店員さん呼べ,呼べば、 直してくれたかもしんないけど、まあ、そこまでしなくていいかなと思ったんで、とりあえず一回回してきました。はい。ほら見て。メーカー希望小売、ええー、希望小売価格は200円ですね。200円のガチャが100円で出てきたって感じかな。まあ、ただ選べないってことを考えると決して安くないし、正直300円ぐらいのガチャが出てきてくんないと、なんかあんまり当たった感はないんだけど、だから10回ぐらいやればね、まあ、何回かは300円ガチャ出てくるかなと思ったんだけど、 今回は一回なので、まあ、運命ですね、そこも。最近僕ね、ガチャとかくじとかの引きが死ぬほど悪いんですよ。UFO キャッチャーとか。うん。で、今回出たのがね、これ。これ絶対回さないね、普段は。カプセルコレクション。ターリンってとこが作ってるのかな古選コレクション。日本の大判小判金貨。まあ、模造品ですって書いてありますね。 あ、でも悪くないな、200円にしては。台座もついてて。はい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 。<laughs> 全部金なんだ。これ辺のね、金の延べ棒みたいなやつがいいね。あ、これ辺とかが一番なんか逆にいいかなっていう。まあ、大盤小判とかこれへんのメダル、あ、でもこれ辺とかもいいけどね。てかさ、200円ガチャの割にさ、ラインナップ多くないラインナップ12個もあるし、シークレットないし、 特に目立った外れはないんだけど、例えばこの3つで考えちゃうと明らかに小さい方が外れかなって感じ。<laughs> おめでとう。鼻水がね、最近ちょっとやばいんだけど。まあ、僕的にはね、これが欲しいから。これか、これかな高周金、慶腸一部金。わー、古い時代のやつだね。これが一番古くていいんじゃないかな。 16世紀とか書いてあるからね。もう世紀で書いてある。でも16世紀って書いてあるけどさ、こっちひ、こっちの方が、なんか古くない ?16 世紀って言ったら1600年代のことでしょ違ったらごめん。まあ最近のはね、この金の飲め棒が地味にいらないのかなもう最近になっちゃうからね。<laughs> うん。これ、これがいいね。ほぼ原寸だから。これのほぼ原寸が欲しい。 で、当たったのが、あ、裏打ちの見たかったな。あ、台座の組み立て方ね。まあ、だいたいわかるでしょうと。2021年のガチャなんだ。全然最近じゃん。去年じゃん。ババン、あっと待って、これ。これ、金の延べ棒じゃないうわーマジかよー。まあ、当たりっちゃ当たりだけど、この中で一番高いかもしれないけど、本物だって。わ、金の延べ棒だ。なんでよりによってこれなんだよー。ここ12種類もあって。 実寸サイズじゃないんだよ、これ。10%とかでしょ、これ。おっしゃ、でもまあ、まあ、ああ、でもいや、わ <laughs> 本物のね、金ぐらいの重さあるぞ、これ。ほら、ずっしりしてる。もう鉄だよ、これ。感じが。おー、ほ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 。すごいな、これ。意外と出来いいな。あれこれ200円の価値でこんな出来いいんだ。いやいや、これだけだったらまだしも、台座もあるからね。ちょっと台座組み立て方見ないとわかんないかも。 え、12なんでこれですね。B タイプ。唯一の B タイプだ。まあ簡単だね。ここにこう、まあ大体分かったろって話なんだけど、一応見ました。はい。で、こういう台座で、こう書いてあって、発行開始はちょっと分かんないんだね。結構最近じゃないのこうなってます。あ、いいじゃん、これ。てか普通にこれだけでさ、なんか、ワンピースのフィギュアとかに合いそうだよね。 あ、ずっしりしてる鉄道。これさ、普通に200円で何回も回したいな。てか、あの100円ガチャまたやってこよう。これいいぞ。絶対まだ入ってるから、これ、外れ枠として。他に300円ガチャとかも結構入ってたから、もっとカプセル大きいやつとか。これ、外れ枠のやつだと思ってたんだけど、このガチャ良くないカプセルコレクション。これ、5000コレクションいいじゃん。他のなんかもっと良さそうだもん。あ、でも、 これが一番重いのかなでもこの実寸欲しいさ、あ、カメラやったちゃった大丈夫か。あの、この実寸が欲しい、実寸、ね、厳寸、ほぼ原寸が欲しい。この辺の講習金とかさ、万円に主販金とか。ちょっと鼻噛む。なんかね、最近花粉なのかね。 猫アレルギーの影響なのかわかんないんだけどね。まあ冬場はどうしてもね。まあ夏場は夏場で暑いしな、汗かいたり。このほぼ原寸が欲しいな。ていうかほとんどほぼ原寸じゃん。まあこれとかは違うんか。か元が大きかったやつとかね。これとかも違うんだね。で、これは約10%だからね。一番本物からちっちゃくなってる感じだね。だけど、 重い、これ。いや、重いよ。持ってみればわかる。文鎮になりそう。これ、これを、あの、このままの重さで大きくしてったら。これ1個じゃ、まあ、文鎮にはならないけど、習字のね。これ重いよ。これ投げたらガラスとかヒビ入っちゃうレベルだよ。気をつけないと。これいいな。こうやって飾っとくのも全然楽しいよね。でもこれ1個じゃちょっとあれなのかな。やっぱ、なんか、 こう、いっぱい並べることによって、博物館感が出るというか、わかる博物館な感じが出るっていう。あー、これいいなぁ。台座のパターンでさ、この B タイプだけ違ったのも意外なんだけど。なんでだろう。これいいな、ディスプレイスタンド付きで。あ、まあ、200円なら悪くないですね。 普通に面白いガチャだし、この小判とか、小判とかさ、こういうね、金貨だけ使えるっていうのも、全然楽しいかなと思います。はい。まあ、大体こういうね、あの、闇ガチャ闇ガチャっていうか、まあ、秋葉原とかのうつガチャとかも、100円なら回してもいいけど、200円とかだとちょっとね、考えた方がいいかもしれない。うん。選べないで200円で回して、200円のものが出てきてもさ、ちょっとあれじゃん。だからやっぱ100円ならまあ、 よっぽどね、ひどいところじゃなければ、あの、秋葉原とかのひどいところは、100円ガチャにやったら、あの、飲み物のおまけみたいなのが出てきたこととか、あと、マックのおまけみたいなのが出てきたりとか、ほんと汚いやつとか、とかひどい時あったから、あの、あと、海賊版の、あの、出来の悪い缶バッチとか、まあ、そういうところじゃなければ、あと、中身こう見れればね、なんか、あ、大体こんな感じかってわかればいいんだけど、今回は当たりでした。 はい普通にこれがあったら回したい。でも2021年のガチャってさ、意外とないんだよね、もう。去年のやつって。今僕も金消しガチャをめちゃめちゃ探してるのよ。昨日もさ、結構離れたとこまでチャリで行って、回してきたんです。回して来ようとしたんですよ。あの、ショッピングモールに行ったんだけど、そしたらそのショッピングモールがなんか、廃れてきてて、ぶっちゃけ。うん。あれは廃れてるって言っていいと思うな。なんかね、あのリゾート感がなくなってた。<laughs> で、ビレバンとかももうなくなってたし、で、あの、ゲーセンはあったんだけど、もうガチャコーナーなくなってて、一個もガチャなかった、そのゲーセンには。ショッピングモール内に全部探して、一箇所だけあって、6個しかなかったわけ、ガチャ台が。しかも一番良さそうなボウケのクレヨンしんちゃんは売り切れてたし、他はまあ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 なやつだったし、そう、なんか雑貨屋の前にちょっとだけあった、6台しかなかった。 ショッピングモール内全部探してガチャ6台ってあるみたいなぐらい、田舎なんだけど、ちょっとね、残念なので、もうしょうがないから、せっかく遠くまで行ったからゲーセンでゲームでもやるかってって、ヨーキャッチでやるかってやったら、もう3000負けたっていう。言ったっけこの話。もうツイッターで言ってたんだけど、3000かかって何も取れてない。もう、もう、ミスったわこうね、ゲーセンもうちょっとね、優しい設定かと思ったら、 もう、鬼畜もう、取れないようにすることだけはめっちゃ考えてる感じで、そう、もう、全然取れない。もう、ゲーセンで、ヨキャッチャーやらない。うん、よっぽど取れそうに見えてもやらない。取れないから。もうね、買った方が安い。ただ、このまま行くと、ほんとゲーセン潰れるよね、全部ね。あの、ヨキャッチャー系は。もう、だって、みんなやんなくなるでしょう。だ中古の方が安いもん。うん。まあ、そういうのもあってね。 3K 取り返さないと、どっかで。頑張って動画いっぱい作って3000分頑張って稼ぎます。ということでね、ちょっとなんか話の内容とお金の内容で、なんかいい感じにリンクしたけど、今回は何が出てくるかお楽しみガチャ紹介しました。これ良かった。はい。そう、金消しガチャが全然見つからないんで、ちょっと回したいんだけど、あとなんか最近出たね、 トロトロなんとかっていうね、トロトロ、トロんだっけな、うん、のガチャも探してるんだけど、つなくて、そう、だからちょっと今ね、探してるんだよ。まあ、欠鉄は正直、あのね、神戸にはあるんだよ。あの、そういう古いガチャを置いてる場所が。例えば、空とかも探せばあると思うんだよな。古いガチャとか、去年とかあと下手したら10年ぐらい前のガチャがそのままの値段であったりするとこもあるんだけど、 なかなか僕のね埼玉県でそういうところはないかな大宮とかもないんだよな地味にうんだからちょっとね頑張って金消しガチャ探すかどっかで金消しを買うただガチャでやりたいんだよな一回200円のガチャであの彩色詰のやつとかあとして全部新規造形だったりするからやっぱ最新のが欲しくなって筋肉マンもね今ちょっとねプレイボーイで読んだりしてるんだけどあんまままだ頭に入ってきてないけど はい。なので、ちょっと今ガチャ探し中です。だからガチャね、またこれ回そうかな。あとね、セガサターンとかプレス型の腕時計のガチャが400円であったんだけど、パッと見なんか400円で高いなと思ってやんなかったんだけど、クオリティ高いらしいんですよ。ツイッターで教えてもらって。だから回してこようと思うのと、あとなんかマグネットの日本のね、昔の映画のポスターの型、ポスター模様の模様っていうのポスタープリントされてる、 マグネットガチャがあって、あれが地味に良さげだなと思って、まあ、今度回してここうかなと思ってます。で、これが治ってれば、またこのね、何が入ってるかわかんないガチャ回して、古戦コレクション。原数をゲットしてきます。まあ、10回ぐらいやるかな。もう、冷だしたら、空になるまでやるかもしれない。内容が良ければ。うん。まあ、そんなか、一回吐けだからね。はい。そんな感じでーす。バイバーイ。あ、他の動画も見てねー。